どうもこんにちは、イーフの太郎です。プレイスお願いします。お願いします。今回はね、あの新しい私のワイフの一人であるフロンダイク9878、そうですね、もういっぱいいますから靴だなに9878のプレメンでちょっとやっていこうと思います。第43分でもそんな感じでちょっと今回プレメンってしたいんですけど、ちょっと特殊な革というか、なんか言ってましたね、塗膜が厚いとか。そうなんですよ、まあ、もう塗膜が厚いのがまあこのブラッククロンダイクの最大の特徴なんですけど、それによるメリットデメリットもあるので、その辺の何ですかね、詳細も合わせて紹介したいなと。あ、なんか効果があって塗膜を厚くのせてると。そうなんです、そうなんです。ただ写真フェチどやってやってるわけではなかったね違います。そういう、ね、そういう細かいところをねちょっと説明していきたいと思います。助ける。じゃあね、まずこの9878というか、はい、ブラッククロンダイクについて説明しますと、これねもうキャンバスなんですよ。キャンバス、もうだから自分のこの履き様、転じてこう生き様がもう全部出るんですよ、この靴に。なるほど。やっぱこう塗膜なんで、傷がやっぱちょっと小傷が目立ちやすいと。はいはい。シワも小傷も目立ちやすいで、やっぱ歩いていったらやっぱシワも入ればこう擦れとかね、靴同士で擦れたりとか、はいはいはい、壁に擦れたりとかあるんで、そういう小さい小傷とかシワとかがもう全部こう自分だけのエイジングになってる。でこうちょっとずつ茶色が見えてくるっていうね、まさにこう自分の歩いてきた奇跡があるようなね、もうエイジングのためだけのような素敵な靴なんですよ。なるほど。本来デメリットにも感じられるものがこのヘビーデューティーの王様にとってはそうなんですよ、マジやと。そうなんですよ。なんかもう好きな人はねもうめちゃくちゃ好きだと思うんですよ。特に僕みたいなエイジングマニアに関してはねもうめちゃめちゃ好きなんですけど、もうそんなんいらん人にとったらこう全くどうでもいいというかただ硬くて重くて履きにくいだけの靴になるんですけど、確かに知らん人からしたらね、好きな人はもう、こうめちゃくちゃ好きな、もうロマンが詰まった靴になるんですよ。まあもうロマン100やな。100ですね、これはもう現状な機能性とか値段とかね、そうですね、ゼロですね、ロマン100でやらせてもらいますと。なるほど。はい、いうふうに、まあ9878というかフロンダイクの説明というか漢字は伝えたんですけど、まあ革の特徴、細かい特徴を今からちょっと説明していこうかなと思います。ロマンだけじゃねえと。そうです。じゃ あ, あのまずクロンダイクのこの構造的な性質をちょっと紹介しようかなと思います。魅力のある靴なんですけど、ね、どういう革やねんと、どういう靴やねんということで、ね、そうですね、写真ってしか聞いてないですからね。そうなんですよ、まあ、写真クロンダイクっていうのはどういうことかっていうと、まずこの茶色の真珠に、茶色の革にこのね、はい、黒い分厚い塗膜を乗せてるという、まあ、それが二層構造っていう。そうなんです、そうなんです。それがあのブラッククロンダイクと、これはブラックなんでクロンダイクと呼ばれる靴なんですけど、このね、分厚い塗膜によってさまざまなこの性質があるんですよ、こいつには。まずさっきも言いました通り、この茶芯ってもう下の真珠が見えてくるんですよね、はいはい、それが息やという話なんですけど。そうですね、まあ、塗膜なんですごいシワが入ったりひび割れたりしてくるんですよ、表面が。一見デメリットやと。そうなんですよ。でこのシワが何回もこうグググくなることにより塗膜が剥がれて、こう渋い茶芯が見えて、うわかっこええなってなったりとか、まあこういうね、擦れたりとかした時にね、擦れだけじゃなくこのそうそうそう、うねりの部分でも出てくると。もちろんもちろん、僕はここがかっこええなって思いますね。でもやっぱりなるほど、こっちも全然かっこいいんですけどね、削れの方も。ここを出そうと思ったら相当履き込まなあかん気もするけど、頑張ります。僕はもう皆さん叱咤激励してケツ叩いてください。それは、はい、履き続けますんで。で次の特徴として、これ油分が非常に少ないんですよ、この皮っていうのが。それ大丈夫なんですか。大丈夫じゃないです。ないん、もう足もうガチガチです。だから油分が少ないってことは皮硬いんですよ。そうですね。東映さんのプレーリーとかってあれオイルドレザーですよ。そうですね、フルグレインにオイルを、そうそう、うん、でオイルアップもして結構足に馴染んでるんじゃないですか。そうなんです。もう革の靴下、革の靴下はウエストンやろ。レザーストッキングみたいなレザーストッキングね。そんな感じであの体に沿ったりね、柔らかくなるんですけど。そうですね。こいつに関してはね、その皮が柔らかくなるのは油分がいるんですよ。その油分がないんで、え、もうガチガチに硬い。最初はもう苦してしゃあないと。そうですね、もう地獄を見ることになるんですけれども。じゃあなんで油分が少ないねんってなったら、この塗膜にその秘密があって、この塗膜をきれいに乗せるためにはこの皮に含まれてる油分がめちゃめちゃ邪魔なんですよ。なるほど。そうなんで、その塗膜をきれいに乗せるために極限まで油分を減らしてると、そういう皮なんですよね。じゃあ、 あのプレメントの方やっていこうと思います。待ってました
まずあの普通通りに、まあ、ブラッシングはするんですけど、はい、多分レッドウィングの方はこのレッドウィングの公式のミンクオイルを多分おすすめすると思うんですよ。そうですね。でもこれでもいいんですけど、まあ、これ飽きたわという人いるじゃないですか。もう、あ、もうこれをオイルアップに使いすぎてた。そうなんです、そうなんですよ。これもね、やっぱ混ぜ物してあるんで、もうやっぱりまあもう男ならこっちでしょと。男なら僕がおすすめしてる油分 100% のバー油 100% のマスタングペーストというのがありますので、これはね、僕もう非常におすすめです。これはもうめちゃめちゃ便利。今回はね、この男のオイルアップでいきたいと思います。はい、はい、でまずブラッシングからやっていきますね。ゴー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 。じゃあまずね、紐を取ったんで、はい、ブラッシングの方からやっていきたい。はいはいはい。まあ言うてもこれほぼ灰で測れてないんで、もう軽くね、タンのとこをこうやってベルベルやるだけでいいんじゃないでしょうか。いいね。はい、じゃあオイルアップの方していきたいと思います。待ってました。ここはね、男のマスタングペーストで、男の男のオイルアップをね、やっていきたいと思います。男のオイルアップ、オイルアップです。まあ、男しかやらないですけど、漢字の漢と書いての男ですからね。うわー、染みていかへんなこれ。やばいっす。これは、あれ、ちょっとでも染みるのかなみたいな淡い期待も込めての。そうですね、まあ浸透率がやっぱ油分100の方がいいんで。でも塗膜に関してはどうなんやろうな。うわー、これマジで染みていかへんな。すごっ。やっぱ光ると綺麗やな。あ、そうやって光らしてもいいかもね。なんか他のクリーム塗って、まあ、今回はね、初回ということで、まあ、スタンドペーストでね、念入りに油分を入れていきましょう。まあ、これ多分発売されてから結構多分経ってるんで、これ多分その間ノーメンってやったと思うんで、これ買った時についてきたミンクオイル新品なんで、一回もケアせずに新品されてるんで。うわー、見てこれ、全然映ってます。表情がちゃいますな。全然でも全然吸ってないのよこれ。これはもうオイルが浮いちゃってるっていう。浮いてる、まあそうです、表面に乗ってる状態で染み込んでないっていう状況ですね。ほら見てください、これどうですか。こっち塗ってない、こっち塗ってる。やばいでしょ。わかりやすいですね。もういやー、これ大変ですね。これはもうガシガシ履いていってで深くシワが入ったりしたらちょっと入るかな、うん、そうですね、あの塗膜剥がれてるところからはやっぱ適宜必要な油分が入っていくんで、そうですね。いやー、これちょっともう塗って終わりって感じやな今日は。これはちょっとでも浸透してくれたらなみたいな。そうですね、状態ですか。せやねせやね。ちょっと塗ったんですけど、さすがのクロン大工でもうテラでしょ。でも王将の床みたいになってる。汚いな。椅子ツルツルやからね。いやもうほんま普段のマスタングペーストやったら、あのもうスンって入っていくじゃないですか。なんか別の箇所塗ってる頃にはさっき塗った場所に、そう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 、乾いてるみたいな。もうこれもう一番最初にこの辺塗ったんですけど、左のまだ光ってる。光りすぎて福太郎邸のいろんなものが映ってるかもしれない。え、そんなに、うん、鏡ぐらいになってる、うん、いや、それでね、あのさすが伊達じゃないね、このブラッククロンダイクは伊達じゃないね、これ。塗膜ですごい油入ってきませんよと。うん、あんだけこう入りにくい抜けにくいって言われてたの分かった気がした。いや、まあそんな感じなんで、これね、ちょっと一晩寝かしてちょっとまた磨き上げというか経過報告、ね、そうですね、浸透するまでちょっと待ちたいと思います。はいはい、はい、というわけでね、あれからちょっとこう様子見てたんですけど、さすがにやっぱマスタングペーストやったんで、こう1日経ったらもうこんな感じに吸っててテカリがなくなってたんですよ。あ、もういくら塗膜が熱いと言っても入ったと。そうそうそう、入りました、入っちゃったと。そうで、本来ならそこで終わりでいいんですけど、はい、ちょっと悪い癖出まして。悪い癖、もっぺん塗ったろうと思って。あ、もしかしたら足りてないかもしれない。そうそうそう、もう一回塗りました、テカテカに。はいはい、次の日まだなくなってましたと。おわー、すごいな。まあ、けど発売自体が3年ぐらい前。そうですね。でそっからね、うん、手つかず、買ってすぐ履いて手つかずやってる。そうなんですよ、もう3年間もうカスカスやったかもしれない。そうそうそう、失われてたんで、待てよと、もっぺんいけんちゃうかと思って3回塗りました、結局。すごい、3回塗って3回目にしてちょっとこう表面がこうしっとりしてきましたね。なんか持ち感出てきたね。例えるんやったら若干プレーリーに近づいてきたなと。なるほど。アウティングのこの持ったか、ちょっと持ってみてください、このもちっとした感じ。
このしっとり感。ああ、ちょっとオイルドに寄ってきたね。そう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 、だいぶ入れたんで、でちょっと柔らかくなったんで、どんな感じになるかわかんないんですけど、はいはい、ちょっと履いてみようかなと思います。はい。なんかこれ買った時についてきたコンフォートフォースというやつらしいんですけど、プニプニプニでここが結構良さそうなやつなんで。これレッドウィングのやつなんで、ちょっと冷えて履いてみようと思います。フィッティングも調整しつつと。そうそう。じゃあインソールいきます。おお、あ、いいかも。おお、完璧。どうですか、硬さはどうですか。硬さはね、硬い。やばいなこれやっぱやばいな。じゃあ紐グッとやってみて。よし。うおー、これはみんなやめるな地獄見えた、垣間見えた。で、曲がれへんもん、ほらこれ曲がれへんもん、ほら器具これやばいな、おもろ。いやなんかな、少女漫画のさ、うん、あのチャラい男の気持ちわかったわ。どういうこと。面白い靴って感じ。これ楽しませてくれそう。いや面白いやろこれ面白いでしょ。うわー、あ、やっぱ俺右のが高高いからやっぱちょっと右がきついけど、いや、ええっすな。すっげー。おお、おいしっと。こんな感じで。うわ、いかつ。いや、いかつすぎでしょ、これやばない。いや、ラギラギしてるね。かっこええ。やっとラギに入門できたいやほんでね、めちゃめちゃ硬くて歩きにくいは歩きにくいんやけど、防風されとったインソール入れてるからめっちゃ歩きやすいな。いいっすね。はい、というわけで。いや、良かったですね。いや、まず見た目はめちゃめちゃ良かったんけど、うん、もうちょっと楽しみすぎて、これ。いや、これもうおもろすぎでしょ、これ。いや、楽しみやな。結構ね、もう足合ってないんですけど、レッドウィングって。あー、そもそも、そうなんや。そもそも合ってないんですけど、あの、これインソールついてたの。これやばいっすね。どういうこと。めちゃめちゃこの、あの、見えへんか。プニプニで。はいはい。やっぱこの辺はめっちゃ硬いんやけど、うん、そこがやっぱ柔らかいと全然歩ける。なるほどね。めちゃめちゃ良かったよ。もういろんな意味で運命的な出会いやったね、これは。いい買い物やったと。いやー楽しみやなこれ。いやもうガンガン履きます、これは。もういや、そうやでしょ。バキバキ履きます、これ。こっからね、ちょっと光るような手入れの仕方もあれば。そうやね、そうやね。もっと履き込んできたら写真も出てくれば、ね、いやほんまにそう。楽しみ方がまだまだ余地が残っているというかね、選択肢というか。楽しみしかない。俺が諦めへん限り楽しみしかないからね。僕はもう絶対これもう履き潰すぐらいまで行くのね、こいつを。皆さんぜひ今後も見てください。いやし、もうこんなんさ、ずっと履いたらソールをちょっとヒールがあるタイプにもできちゃうわけ。やばいでしょ、もうこれ。これヒールまでしてもたらさ、このラグじゃないやつにもできちゃうわけや、うん。ネクストヴィンテージとして俺がこの古着にするぐらいの雰囲気出るでしょ、こんな、うん、で、その時もちょっと写真とか出てたら、いや、もうやばいでしょっていうのもあっても、可能性の宝庫やね夢しかないやん、もう。うわー、これめちゃめちゃおもろい靴やと思うな、ほんまに。いやー、いいっすね。求めてたかも、こんなガチガチの靴求めてたかもしれない。なるほどね、うん。
あと、まあ、情報というか、はいはい、これねインソールなかったら結構厳しいと思うんで、まあ硬いしね、うん、足に合ってなかったらそれこそ、そうなんですよ。クロンダイク系はインソールでだいぶこのフィッティングというか着用感変わるんで、うん、はいはい、あのこれ純正のやつなんですけど、ちょっと値段ちょっと分かんないですけど、純正のインソールちょっとおすすめです。これはなるほど、ね、マジでちょっと硬いやつにはね、はい、結構良かったですこれは、まあ、今後もね、うん、クロンダイク系のシリーズは出るみたいに言ってはったんで ね、はい、そうですね、うん、その時はもうぜひちょっとフィッティングとか、そうですね、調整してね、ちょっとやばいなと思ったらインソールとかちょっとワンサイズ上げるとかしてやってみたらいいかと思います、はい、というわけでね、今後もねこうバリバリ履いていくので、ラギ道はまだ始まったばかりやと、そうそう、今日やっとラギに入門しましたからそんな感じでね、あのエイジング報告とかバンバンインスタの方とかでもねバンバンやっていくので、はい、インスタともども YouTube の方もぜひ登録の方よろしくお願いします。インスタちょっと現状自分のコスプレ写真館みたいになってるんですけど僕も頑張って上げてますんで、はい、お願いします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。